2021年11月20日土曜日、京都単語鉄道 KTR-011 型単語エクスプローラーがエンジン音を響かせ、西舞鶴運転所から西舞鶴駅間の特別な乗車体験を行うツアーが行われます。単語エクスプローラーは、KTR-001 型が平成2年、KTR-011 型が平成4年に登場、 ハイデッカー車で、読書棟やコンセント電源なども備え、当時先進的な車両でした。シンボルマークは、北近畿と京阪神にかける夢の橋虹、そして、丹後地区に残る七夕伝説にちなんで天の川、星をあしらった丹後の未来を象徴とするデザインの車両で、平成23年まで、近畿から丹後方面を結ぶ特急として、その後は臨時列車として活躍しています。 定期運行を退き、約10年、その有資に会いに行きませんか詳しくは、ローソントラベルのホームページをご覧ください。